で引き続いて武蔵野八幡宮のところにいますが、ここの通りは Google マップで調べてみたら五日市街道らしいですね。で五日市街道に沿う形で武蔵野八幡宮があるわけです。あそこの日程で武蔵野八幡宮の鳥の市がありますよということですね。で今度は吉祥寺の方向に行って、でダイヤ街を歩いてみようと思います。まあ、サンロードの様子はさっき見てもらった感じなんで、今度はあそこの通りをずっと行って、ダイヤ街の方行こうという感じですね。ここは公園通りか。公園通り商店街と書いてますね。今の音は Wi-Fi が接続した音でしょうか。でここの通りをずっとまっすぐ行くと井の頭公園の方向に行けるわけですね。ここはまたお寺ですね。日蓮宗蓮成寺ということで、さっきの月宗寺とかあと養蜂寺とかとは違うお寺になります。まあ養蜂寺は梵鐘を取りに行ったわけですが、梵鐘以外にも菩提様がいたり狸の像があったりして結構面白かったですかね。あと武蔵野八幡宮はまあ規模が小さかった感じがしましたが、以前行った八王子の八幡八雲神社の方が造りが立派でしたかね。向こうの方向に行くと山田電機とかの方向に行ってますが、あっちの方に後で行きましょう。で向こうに東急かがありますね。商工会館前ということで、であそこにあるのは何だろう、ちょっと向こうの方に行ってみますか。でこれを見ると吉祥寺ロフトとコピス吉祥寺とかっていうのがありますね。向こうにあるのでっかいのが
吉祥寺ロフトと、あと隣がコスピ吉祥寺ということのようですが、あそこも昔はデパートがあったんですけどね、近鉄かなんかの。やっぱ不況でいろいろ潰れるんですよね、やっぱりね。ということでですね、で全体的な吉祥寺駅周辺のマップになりますが、さっき方はここに吉祥寺駅がありますよね。で、さっき方はここだ。ここが三道通りにあって、ここ三道通りのところをずーっと行って、で、ここは五日市街道だ。五日市街道をずーっと通って、武蔵野八幡宮と、あと、ここにある養蜂寺というお寺に来ましたね。で、今は八幡宮前を出て、ずっとここの公園通りを通ってここまで来たわけですよ。で、今度はずっと行って東急百貨店前を通ってこの通りダイヤ街を通ると思います。ロフトですね。で、確かロフトのあったところが前は近鉄だったと思うんですよ。向こうにあるのは東急デパートです。まあ東急は昔から変わりない感じであるわけですが、ともかく吉祥寺に来るのも何年ぶりかという感じで、ここは違う通りですね。この辺り一帯はだいたいあれだな、五番の目みたいな感じになってますよね。割合分かりやすい感じでしょうか。例えば一郎さんは今何やってるんでしょうかね。一郎さんがいます。まあ一郎さんは結出した野球選手だったんですけど、ダイヤ街で。
ここもアーケード街ですね。引き続き感染拡大防止の取り組みにご協力をお願いしますということで、まあ感染防止ということで、なんだろう、アルコールとかマスクとかの類がいろいろ売られてますよ。ここは100均ですね。なんか最近の傾向として言うと、ショッピングセンターの中にある店が潰れて、その後に100均が入るっていうケースが多い感じですかね。まあ、向こうの方にも行けるのか。向こうの方にちょっと行ってみましょう。あれは上の方にあるのは原宿ですね。うん、アーケードっていうと以前相模原市の西門商店街の動画を投稿しましたが、西門商店街はあれですよ、閑散としていてシャッターが閉まってる店が結構多かったですが、この吉祥寺のダイヤ街とか、あと何だっけ、サンロードかは結構人が多くていいですよね。U ターンして戻っていますが、でダイヤ街を抜けたら今度は吉祥寺通りをずっと行こうという感じですね。そうすると吉祥寺駅の北口のお店屋さんが集中しているエリアを軽く一周できる感じなんで、ここの店は茶器を扱ってますね。着物ビフォーアフターということで、ジーンズ十何年か、15、6年か、それぐらい前からメガネの破壊が起こって、最近ではメガネがものすごく安く買えるようになっているんですよね。自分はメガネかけてますが、まあ、5000円のメガネ使ってますよ。ということで、あ、そうだ、ヘアオイル欲しいんだよ。ダイヤ街を抜けました。ダイヤ街ですね。ダイヤ街いいですよ、書いてます。でダイヤ街を抜けたんで、これで一度切りますか。あー、いいか。あとは
向こうの方向に行くと吉祥寺通りになるんで、吉祥寺通りの動画を一度撮ってから終わりにしましょう。しかし未来とか将来っていうのはどこにあるんでしょうかね。そんなのがあるなら指出してほしい、教えてほしいもんですよ。向こうの方に中央線吉祥寺駅があります。で、吉祥寺駅の駅ビルはアトレってことになってますが、昔はロンドンだったんですよ。吉祥寺駅に沿う形で駅ビルのあたりがずらーっと向こうの方に決まっていますが、このアトレという駅ビルは昔は吉祥寺ロンドンでした。ロンドンというのは2社にもありましたが、結局不景気で潰れたんでしょうね。まあやっぱりなんか昔からしてる店がなくなったりするのは寂しいもんだと思いますよ。はい、行きます。あれは何だろう、スタが全体的に絡まってる古びた建物がありますが、あれは何でしょうね。あー、でもあれか、この通りはあれだな、いわゆる盛り場だな。この吉祥寺の街路樹は柳のようですね。で、今歩いているのは吉祥寺通りということになります。で、この吉祥寺通りはずーっと行くと五日市街道のところに向けるんですよ。で、五日市街道の方にまで行ったらこの動画も終わりにしたいと思います。向こうの方にブックオフとかありますね。ヨドバシカメラ。なんていうか 5G だろうが何だろうが関係ない気がしますよね。
iPhone12 だそうですが、アプリ自体に興味がないんで、 iPhone が1000人やろうが1万人やろうが知ったことじゃないって感じですよ。全く誰も彼が iPhone に群がりよると思うなっていうの。あそこにあるのは声優ですね。そうかそうかそうか、あそこの建物だ。あそこの建物に昔ラオックスが入ってたんですよ。でラオックスもなんだかんだで潰れちゃったんですよね。まあ残念な感じがしますよ。声優の裏手ですね。吉祥寺通り口ということか。ここに昔あったラオックスではちょこちょこちょこパソコン関係したものを買ったりしたんですけどね。うん、ということでざっと吉祥寺駅の北口を一周した感じになりますね。で振り返ってみると吉祥寺のマップになりますが、で現在地がここになりますね。現在地がここになります。で吉祥寺駅はここです。で一番最初にここのサンロードをずっと通って五日市街道に出ました。で一度五日市街道に出たら、でここに養蜂寺というお寺があって、この養蜂寺に入ってお寺の鐘とあと布袋様とか空海師匠人の像とかを見てもらいました。でここには武蔵八幡宮があって、ざっと武蔵八幡宮の様子を撮影しました。で今度はここが公園通りになります。で公園通りをずーっと入っていってここです。でここに東急百貨店があって、でここに吉祥寺ロフトがあったという感じですけど、あとあれか、でここがダイヤ街ですね。で東急百貨店の前のところにダイヤ街に道があって、そこダイヤ街をずーっと行って、で吉祥寺通りに出てここまで来たわけですよ。で今度はあれか、ここの通りを縫うような感じで歩いてみましょうか。ということでちょっと一旦動画切りましょう。